どうも、しばです。今回は OBS の録画設定で PC ゲームを 1080p60fps の高画質で撮影する方法について解説します。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。OBS で録画設定を行う前に必要な準備や様々な確認をしていきますが、OBS スタジオのインストール、使用している PC のスペック確認、モニターについて、これら3つについて確認してもらう必要があります。まずは OBS スタジオのインストールについてですが、 PC ゲームの画面を映して録画を行うためのキャプチャーソフトとなっており、まだ PC に OBS スタジオをインストールしていないのであればインストールを行ってください。OBS スタジオ以外にもたくさんのキャプチャーソフトが存在していますが、無料で利用できてクオリティの高い録画設定が行える特徴があるので、個人的には OBS スタジオを使用するのを推奨しています。 OBS スタジオのインストール方法を解説した動画も投稿しているので、やり方がわからない人は説明欄の動画リンクから確認してみてください。ちなみにこの動画ではバージョン 29.0.2 の OBS を使用して解説を行います。時期によっては設定画面が変化している場合がありますし、 Windows 11の画面で解説することもあって、 Mac だと一部の仕様が違う可能性もあります。その点はあらかじめご了承ください。次に使用している PC のスペック確認についてですが、 OBS で高画質で録画するには一定の PC スペックが必要になっています。ゲーム実況を行うのであれば 1080p60fps の解像度が一般的ですが、この動画で解説している設定をそのまま行ったとしても、使用している PC のスペックによっては 1080p60fps の解像度で録画できない場合もあるんですよね。特に重要なスペックとしては CPU、GPU、メモリの3つになってくるのですが、 OBS で 1080p60fps で録画するために必要な PC スペックの目安としてはこのようになっています。なぜこのようなスペックが必要なのか、詳しく解説した動画を投稿しているので、詳細情報が気になる人は説明欄に記載している動画を確認してみてください。ちなみにこのスペックはあくまで目安となっています。プレイする PC ゲームによっては 1080p60fps で録画できない場合もあるので、1ランク2ランク上のスペックになっている PC を準備してください。ちなみに今回はこのようなスペックの PC を使用して録画設定方法を解説していきます。PC ゲームをプレイするのであれば、高性能な GPU が搭載された PC を使用する人が多いので、 GPU を活用した録画設定方法で解説しますが、自分は NVIDIA の GPU が搭載された PC を使用しています。もしも AMD の Radeon や Intel の Arc といった NVIDIA 以外の GPU が搭載された PC を使用している場合、一部の設定方法が違う可能性がありますので、あらかじめご了承ください。次にモニターについてですが、 PC ゲームをプレイしながら OBS で録画したいのであれば、 PC ゲームを表示させるゲーム専用モニターと OBS を表示させる裏方用モニターというように、モニターを2台使用するのを推奨しています。モニター1台だけでも録画できないことはないですが、 OBS で設定を行ったり、実際に録画を行う時の作業が非常にやりにくいので、モニター1台はお勧めしていません。モニター2台を使用する場合、設置する場所や予算の問題も出てきますが、2台あった方が作業がやりやすいので参考にしてみてください。ちなみにテレビでも2台目のモニターの代わりにできますかという質問をもらうことが多いのですが、テレビ側に HDMI やディスプレイポートで入力できる端子があるのであれば、モニターの代わりに使用することは可能です。使っていないテレビがあるのであれば、モニターの購入費用を抑えられるので参考にしてみてください。次に OBS に PC ゲームの映像を表示できていない人もいるかもしれないので、 OBS に PC ゲームの画面を映す方法を解説します。すでに PC ゲームの画面を映せているのであれば、ここは飛ばして次の項目から録画設定を行ってください。まず PC ゲームの映像を OBS に映す方法としては、ゲームキャプチャー、ウィンドウキャプチャー、画面キャプチャー、この3つのうちのどれかのソースを使用すれば映像を映せるようになっています。ただ人によって何の PC ゲームを映したいのか違いますし、全ての方法をここで解説するとものすごく長くなり、録画設定方法という動画の本題とも大きくずれてしまいます。なので PC ゲームの映像をまだ映せていないという人のために、 OBS に PC ゲームの映像を映す3つのやり方を解説した動画を投稿しているので、説明欄に記載している動画リンクからやり方を確認してみてください。そして PC ゲームの映像を映せたら、この動画に戻って録画設定を行うようにしましょう。
PC ゲームの映像を映せたら OBS での録画設定をやっていきましょう。実際に OBS で録画設定を行う場合は、出力の設定、音声の設定、映像の設定、詳細設定という4つの項目を調整していく必要があります。今回は 1080p60fps の解像度で録画する前提で解説しますし、一部の設定は YouTube に動画投稿するときの推奨設定で解説するので、あらかじめご了承ください。また初心者の人からすると専門用語もたくさん出てくるので、理解するのが大変だと思います。実際に自分が調べても意味がわからない設定が部分的にあるので、そのような設定の解説は簡単に済ませる場合がありますが、解説可能な設定に関してはわかりやすく解説するので、一つ一つ確認していってください。それではまず最初に出力の設定を行います。 OBS の画面右下にある設定をクリックしてください。次に画面左の欄にある出力の項目をクリックし、出力モードを詳細に変更します。するとこのような画面に切り替わるので、録画タブをクリックしてください。次に上から順番に設定していきますが、まずは種別が標準であることを確認してください。次に録画ファイルのパスですが、この部分で録画した動画の保存先を決めることが可能となっています。実際に参照をクリックすると、 PC 内のどこのフォルダに録画した動画を保存するのか選択できるので、管理がしやすい場所を選択できたらフォルダの選択をクリックしてください。実際に選択できると、録画ファイルのパスに選択したフォルダの場所が表示されます。ちなみにその下にあるスペースなしのファイル名を生成するのチェックは外したままにしておいてください。次に録画フォーマットですが、 MP4 に設定してください。次に音声トラックの1にチェックマークがついているのを確認したら、上にある音声タブをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、トラック1の音声ビットレートを128に設定しましょう。設定できたら録画タブをクリックして元の画面に戻ってください。次にエンコーダですが、ここは使用している PC の GPU の性能によって X264 か NVIDIA NVENCE H264 のどちらかに設定します。それぞれのエンコーダについて簡単に説明すると、 X264 は CPU を使用して録画の処理を行うようになっており、どの PC でも必ず設定できるエンコーダとなっています。それと違って NVIDIA NVENCE H264 は NVIDIA の GPU を搭載している場合のみ使用できるエンコーダとなっており、 GPU を使用して録画の処理を行うようになっています。これ以外にも様々なエンコーダを選択できる場合がありますが、初心者ならばこの2つ以外のエンコーダは使用しないので、特に気にしないでください。どちらを選択するべきかについてですが、 NVIDIA GeForce RTX 2000万台以上の GPU が搭載された PC を使用しているのであれば、 NVIDIA NVENCE H264 の方が画質を高くできるので、こちらを選択してください。もしも NVIDIA GeForce GTX 1000万台以下の GPU が搭載された PC を使用していたり、 NVIDIA NVENCE H264 というエンコーダ自体がないのであれば、 X264 を選択してください。自分は RTX 4080が搭載された PC を使用していますし、 PC ゲームをプレイするのであればゲーミング PC を購入している人が多く、 RTX 2000万台以上の GPU が搭載された PC を使用している人が多いので、今回は NVIDIA NVENCE H264 に設定して解説していきます。もしも X264 を選択するしかないのであれば、 PS4 や Switch の映像を録画したい人向けに解説した動画で X264 での録画設定方法を解説しています。説明欄に記載している動画をクリックし、目次の出力の設定から設定方法を確認してみてください。出力の設定が終わったらこの動画に戻ってきて、目次の音声の設定から再設定を行うようにしましょう。次の設定ですが、出力をリスケールするのチェックはなし、カスタムマルチプレクサーの設定は空欄、自動ファイル分割はチェックなし、この設定で OK です。次にレート制御ですが、 CBR に設定してください。 CBR に設定すると固定ビットレートという設定になるのですが、この後のビットレートで設定した数値に合わせて録画を行うので、録画した動画の映像が安定しやすくなり、映像と音声がずれるといった症状も出にくくなります。他にも VBR といった設定があり、こちらは可変ビットレートの設定になるのですが、動きが激しいところはビットレートを高くし、動きがない部分はビットレートを低くするなど、映像の状況によってビットレートが変化するようになっています。ただ状況によっては映像に異常が出る場合があったり、動画編集ソフトに動画を入れると音ずれが起きたりする場合があるんですよね。
動画撮影した後にこのような問題が起きてしまうと撮影し直さないといけない手間がかかるので、ここは基本的に CBR に設定してください。次にビットレートですが、これは録画する動画の画質を大きく左右する設定となっており、基本的に撮影した動画を投稿するプラットフォームに合わせてビットレートの数値を設定するのがおすすめです。今回は YouTube に動画投稿する前提で解説していますが、 YouTube Help の YouTube にアップロードする動画におすすめのエンコード設定のページを確認すると、各解像度フレームレートごとの推奨ビットレートはこのようになっています。説明欄にこのページのリンクを記載しておくので、気になる人は実際に開いて確認してみてください。ゲーム実況するのであれば 1080p60fps の解像度が一般的ですし、最低でも 720p30fps の解像度があればなんとか見れる動画にはなるので、基本的に赤枠の範囲内でビットレートを決めていきましょう。今回の場合は 1080p60fps の解像度で録画を行う前提で解説していますが、その場合のビットレートを確認すると 12Mbps、kbps にすると 12000kbps になるので、今回の場合は 12000kbps と設定します。ただ設定が終わった後のテスト録画の結果によっては、このビットレートの項目を後から変更する可能性があるので覚えておきましょう。次にキーフレーム間隔ですが、 YouTube では2秒が推奨されているので 2S に設定してください。次にプリセットですが、ここはひとまず P5 スロー高品質に設定してください。数字が上がるにつれて画質を優先して処理してくれますが、録画中の GPU 使用率が高くなるので、状況によっては録画した動画の映像が乱れたり PC ゲームの動作が重くなるなどの影響が出てしまいます。この後にテスト録画を行いますが、その結果によってはプリセットの項目を後から調整する可能性があるので覚えておいてください。次にチューニングですが、これは高品質に設定してもらえれば OK です。これ以外にも低遅延や超低遅延が選択できますが、実際に検証してもあまり変化を感じなかったので高品質のままで問題ありません。次にマルチパスモードですが、1パスに設定してください。この設定を2パスにすると、動きが激しいところはビットレートを高くして画質や音質を高めたり、そうでない部分はビットレートを低くするといったことがより確実にできるようになります。ゲーム映像を録画するなら動きの激しいシーンが多いので2パスが向いていますが、レート制御の項目で CBR というビットレートで設定した数値に合わせて録画を行う固定ビットレートの設定にしているので、2パスに設定したところで意味がありません。VBR といった映像の状況によってビットレートが変化する可変ビットレートに設定しているのであれば2パスに設定する意味はありますが、 VBR に設定するのはお勧めしていないので、マルチパスモードは1パスで OK です。次にここは一気に行きますが、プロファイルはハイ、ロックアヘッドはチェックなし、心理視覚チューニングはチェック入れっぱなし、 GPU は0、最大 B フレームは2、この設定で OK です。すべて設定できたら適用をクリックしましょう。次に音声の設定を行います。設定画面の左側にある音声の項目をクリックし、一般の項目にあるサンプルレートを 44.1kHz、 チャンネルをステレオに設定してください。サンプルレートを 48kHz にしておくと音ずれが発生してしまう可能性があるので注意しましょう。次に PC ゲームの音声を録画する動画内に入れる設定を行いますが、デスクトップ音声を規定にする方法と、ソースでアプリケーション音声キャプチャーベータ版を使用する方法という2つの方法があります。まずはデスクトップ音声を規定にする方法ですが、グローバル音声デバイスの欄にあるデスクトップ音声を規定にしてください。デスクトップ音声2に関しては無効のままで大丈夫です。この設定は非常に簡単というメリットがありますが、PC から出力される音声のすべてがデスクトップ音声として認識されるので、複数の音声を録画に含めたいときに音量調整が難しいというデメリットがあります。例えば Discord などの通話ソフトを使ってボイスチャットを行いながら PC ゲームをプレイする場合、 Discord の通話音声と PC ゲームの音がデスクトップ音声として一つにまとまってしまうので、それぞれの音声を調整するのが難しいんですよね。PC から出力される複数の音声を録画に含めたいのであれば、ソースでアプリケーション音声キャプチャーベータ版を使用すると個別に音声を分けて設定できるので、その方法を解説します。まずはデスクトップ音声の項目は無効の状態で OK を選択し、設定画面を閉じてください。
するとサンプルレートを変更したことで今すぐ再起動しますかと表示されるので、はいを選択して OBS を再起動しましょう。 OBS を再起動できたらソースの欄にあるプラスをクリックしてアプリケーション音声キャプチャーベータ版をクリックしてください。次にソースを作成選択という画面が表示されますが、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されますが、ウィンドウの項目に録画したい PC ゲームを選択して OK をクリックしてください。すると音声ミキサーの項目にアプリケーション音声キャプチャーが表示され PC ゲームの音が入るようになります。あとは Discord の通話音声を入れたいのであれば、同じようにソースのプラスからアプリケーション音声キャプチャーベータ版を選択し Discord を選択してあげれば PC ゲームと Discord の通話音声を分けて音量調整することが可能です。デスクトップ音声を規定にする方法とソースでアプリケーション音声キャプチャーベータ版を使用する方法を解説しましたが、状況に応じてこの2つの方法を使い分けてみてください。次に映像の設定を行います。まずは OBS の画面右下にある設定をクリックし、画面左にある映像の項目をクリックして出力スケーリング解像度を 1920×1080 に設定してください。ちなみにこの出力スケーリング解像度の設定は録画する動画の解像度になる設定となっています。今回は 1080p の解像度で録画を行いたいので 1920×1080 に設定します。次に縮小フィルタですが、基本キャンバス解像度と出力スケーリング解像度が同じならば設定する必要はありません。もしも違っているのであれば設定する必要がありますが、その場合はランチョス1000映画スケーリング36サンプルに設定してください。次に FPS の設定ですが、 FPS 共通値を選択して60に設定します。ここまで設定できたら適用をクリックしてください。次に詳細設定を行います。画面左にある詳細設定の項目をクリックして色範囲をフルに設定してください。初期設定ではリミテッドになっていましたが、フルと比べると表示できる色の幅が少ないので、少しでも画質を向上させるためにフルに設定します。設定できたら OK をクリックしましょう。ここまで来たらひとまず録画設定は完了です。ちなみにこれまで設定画面で設定してきた内容はプロファイルを変更すると設定内容も変化します。プロファイルは複数作成でき、今回の PC ゲーム用の録画設定だけでなく、用途に応じて録画設定を使い分けられたり、生配信時の設定というように使い分けられるので、状況に合わせて新しいプロファイルを作成してみてください。あと実際に録画するときはマイクを使用して自分の声を入れたい人もいるのではないでしょうか。ここでマイク設定方法を解説するとものすごく長くなってしまうので、説明欄にマイク設定方法を解説した動画のリンクを記載しておきます。実際のやり方がわからない人はチェックしてみてください。録画設定が終わったら実際にテスト録画を行って映像や音声を確認していきますが、テスト録画前に準備してほしいものがあります。ちなみに録画設定ができたらこの動画は見なくていいやと思っている人もいるかもしれないですが、テスト録画前に準備するべきことやテスト録画中にチェックするべき重要な部分がたくさんあります。以前にもこのような録画設定の動画を投稿していたのですが、コメントで動画の最後まで見ていないような質問コメントをする人が多かったので、絶対に動画の最後まで確認してテスト録画を行ってください。まず録画前に準備するものとしては2つあるのですが、1つ目はテスト録画中の CPU 使用率、GPU 使用率を確認するためにタスクマネージャーを表示させてください。Windows 11でのやり方になりますが、画面下のタスクバーの上で右クリックしてタスクマネージャーをクリックします。次にプロセスの項目をクリックすることで CPU 使用率と GPU 使用率を確認できます。もしも GPU の項目が表示されていないのであれば、CPU の上で右クリックして GPU にチェックを入れれば表示させることが可能です。使用している PC のスペックにもよりますが、一つの目安として CPU 使用率と GPU 使用率が録画中に約 70% を超えてしまうと、録画した映像が隠れてしまったり音声がおかしくなってしまう場合があります。なのでテスト録画を行うときは CPU 使用率と GPU 使用率が 70% 以上にならないようにタスクマネージャーを確認しながら録画を行ってください。次に2つ目に準備するものとしては、録画した動画の保存先を開いておいてください。テスト録画を行った後は録画した動画を確認して、カクつきがないか、音声の異常はないか、
ゲーム音量やマイク音量は大丈夫なのか確認していくので、先に保存先を開いておくのがおすすめです。やり方としては OBS の画面左上にあるファイルをクリックして録画を表示をクリックすると保存先を開くことができるので、準備しておいてください。それではテスト録画のやり方を解説していきます。まずは OBS の画面右下にある録画開始をクリックしてください。録画が始まったら PC ゲームの画面に切り替えてゲームを操作し、タスクマネージャーの CPU 使用率と GPU 使用率を確認しましょう。基本的に何も動かさないと各数値は低くなり、画面を動かすと各数値が高まるので、 CPU 使用率と GPU 使用率が 70% を超えないかチェックしていきます。使用している PC のスペックにもよりますが、 70% を超えてしまうと録画した動画がカクついたり音声がおかしくなる場合があるので注意しましょう。ちなみによくある質問として、画面を動かした時に一瞬だけ 70% を超える時があるけどそれは大丈夫なのかという質問が来るのですが、使用している PC のスペックによっては問題ありません。 70% という数値はあくまで目安となっており、使用している PC のスペックによっては 70% 以上になっても問題なかったり、反対に 60% 台でも異常が出たりする場合もあります。最終的には録画した動画を確認して問題がないのかチェックしますが、実際に検証を重ねた結果として、正常に録画を行うには 70% 前後の使用率になっていればいいというのが大まかに分かっているので、 70% を超えたから、 70% に近い数値だから設定を変更しないといけないかもなと考えるようにしてください。ひとまず CPU 使用率と GPU 使用率が 70% を超えていないのであれば問題ないと判断し、このままテスト録画を続行してゲーム映像の録画を行いましょう。あとマイクを使用しているのであれば、実際に声を出してマイク音声も収録してみてください。そしていい感じに撮影できたら録画終了をクリックしましょう。次に録画した動画を確認して映像や音声に問題がないのかチェックしますが、動画を再生するアプリによっては正常な動画だったとしても処理が重くて映像がカクついたり音声に異常が出る場合があります。なので録画した動画をチェックする前に、おすすめの動画再生アプリが選択されているのか確認していきましょう。まずは録画した動画の上で右クリックしてプロパティをクリックしてください。次に全般タブの中にあるプログラムの変更をクリックしてください。次に MP4 形式の動画を再生するアプリを選択できる画面が表示されますが、この中でも映画&テレビが一番おすすめなので、実際にクリックして選択できたら規定値を設定するをクリックしてください。するとプログラムの項目が変化するので OK をクリックして設定を確定させましょう。あとは実際に録画した動画を再生して映像や音声に異常がないのか確認してください。またゲーム音量やマイク音量に関しても問題がないのか確認しましょう。実際に確認して問題ないのであれば録画設定はこれで OK です。ちなみにこのチャンネルでは OBS を使って YouTube 生配信する時の設定方法や BGM や画像を OBS に追加する方法といった動画も投稿しています。 OBS 関連の再生リストも作成しているので、 OBS の使い方をマスターしたい人は説明欄のリンクからチェックしてみてください。CPU 使用率や GPU 使用率が 70% を超えてしまうと正常に録画の処理を行うことができず、映像や音声に異常が出やすくなっています。使用している PC のスペックによっては 70% 以上になっても録画した動画には何も問題ない場合もありますが、異常が出てしまったのであれば CPU 使用率や GPU 使用率を下げる必要がありますね。実際に CPU 使用率や GPU 使用率を下げる方法としては、 PC のグラフィック関連の設定を下げる、プリセットを小さい数字の方へ変更する、ビットレートを下げながら出力スケーリング解像度を段階的に下げるという3つの方法があるので、それぞれ解説していきます。まず最初に変更してほしい部分としては、 PC ゲーム内のグラフィック関連の設定です。プレイするゲームによって設定内容が違うので、実際に調べながらグラフィック関連の設定を下げてほしいのですが、解像度やフレームレート、細かいグラフィックの設定などを低くすると CPU 使用率や GPU 使用率を大きく下げることができます。実際に各設定を下げることができたら、もう一度テスト録画を行って確認してみてください。ちなみにグラフィック関連の設定を下げたとしても、録画中の CPU 使用率が 70% 以下にならず、動画を確認しても異常が出ている場合は完全に CPU の性能不足です。エンコーダーを X264 に設定しているのであれば、いくつかの対処法はありますが、
NVIDIA Nvens H264 に設定しているのであれば、設定でどうにかできる問題ではないです。自分で CPU を交換できるなら高性能なものに変更したり、よくわからないなら PC ごとより高性能なものに買い替えましょう。もしもエンコーダで X264 に設定していたのであれば、 PS4 やスイッチでの録画設定方法を解説した動画内で対処法を解説しているので、説明欄の動画リンクから対処法を確認してみてください。録画中の GPU 使用率だけが 70% を超えており、動画を確認してもまだ異常が出ている状態なのであれば、2つ目の方法であるプリセットを小さい数字の方へ変更することで対処可能です。実際のやり方ですが、 OBS の画面右下にある設定をクリックしてください。ちなみに録画中に設定を変更してもうまく反映されないので、必ず録画は終了した状態で設定画面を開くようにしてください。次に画面左の出力の項目から録画タブをクリックし、プリセットを P4 ミディアム（中品質）に変更してください。これで OK をクリックして設定を確定させたら、もう一度録画を行って GPU 使用率を確認してみましょう。もしもこの設定でも GPU 使用率が 70% を超えており、動画を確認しても異常が出ている状態なのであれば、P3、P2、P1 と数字を下げていき、その都度テスト録画を行って確認してみてください。もしも P1 まで下げたとしても GPU 使用率が 70% を超えてしまい、動画を確認しても異常が出ている状態なのであれば、次はビットレートを下げながら出力スケーリング解像度を段階的に下げていきます。現在は 12000kbps に設定していますが、ビットレートを 500kbps や 1000kbps ずつ徐々に下げていき、その都度テスト録画を行って GPU 使用率と異常の有無を確認してください。もしもビットレートが 8000kbps より下がってしまう場合は、 1080p60fps で録画するのを諦めて 1080p30fps に変更します。設定画面の左にある映像の項目をクリックし、FPS 共通値を30に変更してください。あとは同じようにテスト録画を行いつつ、 GPU 使用率が 70% 以下になったり、録画した動画に異常が出なくなるまでビットレートの調整を行いましょう。もしもビットレートが 7500kbps より下がってしまう場合は、 1080p30fps で録画するのは諦めて 720p60fps に変更します。設定画面の左にある映像の項目をクリックして、出力スケーリング解像度を 1280×720、 縮小フィルターをランチュス（1000A スケーリング36サンプル）、 FPS 共通値を60に設定してください。あとは同じようにテスト録画を行いつつ、 GPU 使用率が 70% 以下になったり、録画した動画に異常が出なくなるまでビットレートの調整を行いましょう。もしもビットレートが 5000kbps より下がってしまう場合は、 720p60fps で録画するのは諦めて 720p30fps に変更します。設定画面の左にある映像の項目をクリックして、 FPS 共通値を30に変更してください。あとは同じようにテスト録画を行いつつ、録画した動画に異常が出なくなるまでビットレートの調整を行いましょう。もしもビットレートが 4000kbps より下がってしまう場合は、 720p30fps で録画するのは諦めて 480p60fps で録画することになりますが、さすがにこれだけ解像度が落ちてくると画質が悪くなってしまうので、あまりおすすめできません。これ以上の対処法はないので、より高性能な PC に買い替えるのをおすすめします。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。